もっと迷っていいよ。もっと寄ってきていいよ、いいよ。あんまり極力遠近法でちっちゃく映りしてから口が違う、違う、ダメ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 、ダメちょっとやめてあっちから撮る？あのこのヘッドホンがあるいいんじゃない？あっちよし、じゃあ行きます。はーい、ヘッドホンとかうん？あ、大丈夫です。さあどうぞ。はい、16時30分になりました。カリナの輝く地球チャンネルの時間です。この番組は心と体と自然と向き合う癒しの集いのチャンネルです。プロの癒しセラピストさんや占い師さんたちをゲストにお迎えしながら、今お悩みがある方々に勇気づける言葉や人生がうまくいくヒントなどお伝えしていきます。お悩みも随時募集しています。私カリナのインスタグラム @karina_shinagarth までメッセージください。また FM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてください。はい、本日、15時までよろしくお願いします。そして今日の本日のゲストはゴーちゃん&京子さん夫婦です。はい、よろしくお願いします。どうも、沖縄のブラッドピットでーすはい、はい、ありがとうございます、はい、やっていきましょう、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、ね、本日と来週の収録で2週連続出ていただきますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、でまずお願いします。はい。カリナから、まず、京子さんの、はい、ご紹介をしていきたいと思います。はい。はい、で、京子さんは、セラピストでもあり、アーティストでもある京子さん。で、京都生まれ、沖縄育ち。普段やっているお仕事が、オラクルカード、ヒーリング、セラピスト養成講師。で、歌手でもあり、ボイストレーニングの講師でもあります。はい。で、宜野湾市益城334-1輸入雑貨&家具、高店内にて、ラピスラズリという店舗もお持ちです。宜野湾ラウンド1の裏にありますね、はい、店舗がね。はい。はい、ぜひ。遊びに行ってみてください。遊びに来てね。はい。はい。ね、うん。洋子さん。ね。緊張してます。自分の番組ですよ。カリナさん。はい、じゃあまず、ゴーちゃんの紹介も、はい、からもしていきます。お願いします。はい。ゴーちゃんはスピリチュアルセラピストでもあって。新メニューですよね、これね。はい。当てたらごめんなさい占い。はい。をやっております。当たったらごめんなさい占いやってます。よろしくお願いします。そうなんですよ。そう。当てたらごめんなさいのやつなんですよ。うんうん、はい。ぜひ、受けてみたい。まあ、外れてもごめんなさいですよ。はい。そうなんです、はい。はい。それと、スマホコーティング。はい、ガラスコーティングですね。スマホガラスコーティングもやってて、はい。で、学童の先生。はい、そうです。はい、もやってます。はい、学童の指導もしてます。はい。で、CBD ショップのスタッフさんとしても働いて、はい、結構忙しくされてる。忙しく知ってるかな。ね、はい、うん。そう、まあ、休みないですけど、ね。働き者ね。うん。はい、っていう忙しくしてる、見せてる風にね、うんうん、してるだけかな、うん、はい、っていう感じです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ね、京子さん
でも素敵な。お美しい。ありがとうございます。そうなんですよ。ね、勝手になんかお姉ちゃんと思ってるんですけど、いつも。いいよ。宇宙、ね、宇宙一美しい、ね、うちの、ね、はい、我が妻なので。ありがとうございます。はい、すごい。嫉妬しないでください、ね。はい。はい、すごい。ね。ジョコさんね、いろいろ、養成、活動もされててね、セラピスト養成講師っていうのはカードとかヒーリングを教えてるんですか？そうです。オラクルカードの講座と、うん、あとはヒーリングの講座をやっています。はい、なんかね、お話し会とかもされてるよね、なんかお茶会っていう、あの名目で、お話し会、まあ、交流会みたいな感じなんですけど、いろんな方たちが集まってお話をしたりだとか、なんかそういう場があればいいなと思って、お茶会を、まあ、毎月、ちょっと定期的には開いています。はい、まだ行ったことないけど、なんかとっても優しくていいお話が聞けるよって聞いてて。あ、本当に嬉しい。ありがとうございます。ぜひ。で、ね、歌手でもあって、ボイストレーニングの講師もしてまして、で、実は私も生徒なんですね。ジョーコさんの先生の。ねえ、ちょっと今、ボイスのね。ボイストレーニング。そう。ちょっとお休み中なんですけど、本当に、発声練習からね、超、本格的、本格的だから教えてるのね。すごいですよ、もう。そう、私も、どんな、あれやってるかわかんないですけど、え、レッスン自体、わかんないんですよ、実は。もう先生なのはわかるけど、内容全然知らないっていう。まずは呼吸とか、あとは立ち姿だったりだとか、姿勢とか、あとは、発声の基礎からやっていくので、始める前と、もうやり始め、続けた結果は、もうだいぶ、違います。やっぱり呼吸がすごい、基本になるので、すごいですよ。いつかこのラジオでも歌ってください。ぜひね。喉開いてこないといけない。そうだね。前もって。前もって。で、このね、益城にあるこのラピスラズリという店舗なんですけど、どういったものを販売されてますか？天然石アクセサリーやパワーストーンのブレスレットだったり、あとはハンドメイドの雑貨を扱ってます。私がハンドメイドしてるオリジナルの商品だったりだとか、魔法グッズって私は呼んでるんですけど、浄化スプレーだったり、ペンデュラムだったり、あとはフラーレンとか、あとは浄化のパワーが入ったキャンドルとか、ハーブ&フラワーのバスソルトとかも作ってます、販売してます。はい、実はね、知ってるんですけどね。見に行ったことあるんで、めちゃくちゃの素敵なんですよね。それ何回か来てますもんね、旦那さんもね。空間も気持ちよくて、しかも HY のイーズーさんが、そうです。お店自体は、コウさんっていう、海外輸入雑貨&ハグのお店の中にお店はあるんですけど、その HY のイーズーさんが最近 YouTube で紹介してもらいました。変わりましたかな、やっぱ反響とか。はい、もう皆さん YouTube を見てらして足を運んでくださいます。本当にありがとうございます。すごいですね、やっぱ影響力とかもね。ぜひ遊びに行ってみてください。ぜひ。ごちゃんもいるの？たまにいたらレアキャラだ。いたらラッキーみたいな。いたらその日吉日みたいな。いたら運気いいよみたいな、その日。何者なんでしょう、ゴーちゃん。いや、くせ者かもしれない。はい。という感じで。はい。私もちょくちょくいるので。はい。ぜひ、メンソーレ。はい。メンソーレ。ゴーちゃん。はい。で、二人ね、夫婦で、この結構スピリチュアルな活動もされてるんだけど、なぜセラピストになろうと思った経緯を聞きたいです。もともと私が、お仕事として始めたのはオラクルカードからで、ちっちゃい頃からそういう、なんていうのかな、
感受性は豊かな方だったので、うん、でもともとすごい好きな世界ではあったので、うん、それにようやく飛び込んだかなっていうのが、うん、もう何年になるんだろう、3年、うん、4年とか4年、4年ぐらいは経つんじゃないか、うんうんうん、そうねですね、うん、で、ゴーちゃん私、うん、そうだ、ゴーちゃんになった経緯が、うんうんうん、そう経緯というか、うん、そう気づいたらこうなってたみたいな感じがあるんだけどただ、うん、そう小さい頃からずっとその目に見えないそのエネルギー体だったりとか、うんうん、目に見えないことに関してすごい親近感があるというか、うんうん、っていうのは全然あって、もちろん家庭上は神事する家庭家系でもないし、うん、一般家系ではあるけど、うん、なんか人がさ、うん、このなんて言うんだろう、うん、この人の距離感と、うん、例えば自分の中に分かりやすく言うと ABCD っていう枠があって、うん、初めて会う人に、うん、例えば1往復2往復ぐらいで、あ、この人じゃ A タイプに入るなと、うんうん、でこの人じゃカリナさんが今日初めて会ったんであれば、うん、だからカリナさんと話してて、あ、この人 B タイプだなと、うんうん、っていうのがなんかあるんだよね、うん、そうだから京子と初めましてだったら、うん、あ、この人は D タイプに入るなとか、うん、っていう、そうそう、本当にこれがあるから、うん、うまく人との距離感がもう必然的に取れるというか、うんうんうん、そうそうそう、だからこっちが苦手としたら、ただ苦手だからシャッターバーンって閉めるんじゃなくて、うん、距離を取って話すというか、うん、そうそうそう、うん、でよりこの人の良さを引き出してるけど、うん、やっぱりね、私も人間なので、うん、合う合わないがね、うん、絶対あるから、そうそう、距離取って話すっていう、なんかうまく人とのこの距離感のバランスっていうのが取れるようになったっていうか、うん、それに気づいたのが、うん、いつ頃かな、うん、そんな遠い話じゃないんですけど、うん、うん、そう、そういうのがあって、で、高校の時とかからかな、うん、中学校行って高校、中学校入学、卒業して、うん、で、高校ぐらいからかな、自然とこういう距離感が保てて、うん、そう、友達も増やせるし。なんか分析タイプだよね、なんか分析で、うん。そうそうそう、うん。その距離感だったりとか、うん、そうそう。でも、なんかね、こう、スピリチュアルなお仕事もしてはいるけど、うん、神様っていうのがあんまりわからなくて、うん、変な話。うんうんうん、そうだから何々の神は、うん、じゃあどういう神様とか、うんうん、でこの神様は癒しの神様とか、うんうん、この神様はお仕事の神様、うんうん、お勉強の神様とか、うんうん、多分いっぱいあると思うんだけど、うんうん、そういうの俺あんまり分からなくて、うんうん、そう例えばアマテラス大神が何々の神とか、うんうん、天狗って言われてる神様が何々の神とかっていうのはあんまり分からないんだけど、だけどこの人のそのなんか見えないものをすごい感じるようになったというか、だから俺、うんうん、私もセラピストとして、活動したのがもう2、3年、ここ2、3年、うん、2年、3年目ぐらいかな、うん、そうそうそう、っていう感じ、うんうん、で鑑定歴とかセッションの人数とかもだいたい去年1年間で、うん、およそ900人うわすごい前後ぐらい、うんうんうん、そうだから企業行ったりとか、うん、そうそう、保険屋さんね、企業紹介で行ったりとか、うん、あとはリピーターさんが来てくれたりとか、うん、まあ割と私の場合は新規さんがすごい多いんですけど、うんうん、怒られもしましたけどね、なんで怒られた、やめた方がいいよみたいな、うん、そうそうそう、まあいろいろめっちゃ罵声浴びせられたというか、うん、大きいところね、そう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 、うん、っていうのもあって、うん、まあ磨かれたというか、うん、もっともっと上がるだろうけど、今はね、学童の先生がメインになるので、うん、そうそう、まあちょっと控えてはいるんですけど、うんうんうん、はい、っていう感じです。はい、はい、沖縄のブラッドピットでーす、はい、っていう感じですかね、はい、はい、ありがとうございますね、すごい、はい、うーん、そうだからね、目に見えるものは絶対だけど目に見えないものも大事だよっていうお話でした。もう経緯どころの話じゃないんだけどね。セラピストになったきっかけはの話だったけど、そうそうそう、きっかけ、あ、でも本当にこれまあちゃんと言うとというか、まあガチレスをすると
京子が先にこの仕事をやり始めてから、うん、ざっくり言うとね、うんうん、やり始めて私も京子に引っ張られたっていうのはめっちゃある。そうそう。で、あとは環境だったりとか。そうそうそう。京子の環境、京子がいる環境に入ってから、うん、あの、こう出せたというか、そう引っ張られたというか。もともと持ってるものあって、それが開いた、ね。そう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 。そうそう。なんか、私が言ったらインチキ臭いですけど。だから、そう、当てたらごめんなさいの占いしてます。お笑い系占いしてね、行く。そうそうそう、うん。普通にね、占いしたら、面白くないんで、みんなやってるんで、それって。そうそう、なんかちょっと色つけたいなと。ぜひ、なんか楽しみですね、これ。受けてみたい。あ、うん、ぜひぜひ。よろしくお願いします。はい。っていう感じです。はい。はい、ありがとう。はい、何分ぐらい、今15分ぐらい。一回 CM やるから、一旦 CM やります。はい。はい、じゃあ、入った手で続けていきます。入った手で続けていきますね。さ、声通ってる、入ってる、入ってます。あ、一応入ってるんですけど、ちょっともうちょっと近い方がいいかもしれない。そう、こっちは大丈夫です。声だけでかいかもしれない。俺もわざとだから距離あるから声大きく出してるけど。ごめんなさい、ツボに入ってしまう。これぐらい、これぐらい。はい、もう持ってもいいよ、うん、いいんですか、持ってもいいよ、あと使えないですね、10分ぐらいなんですよね、あとそうですね、10分ぐらいで行きます、後半10分でもすぐだよ、後半10分ぐらいね、はい、うん、はい、じゃあ行きます、CM が明けました、はい、はい、はい、そういえばはい、いきなり始めるんですよ、ね。はい、あの、はい、ミスター都市伝説の関明夫さんに、はい、憧れてるって、はい、聞いたんですけど、はい、本当ですか、それ何の話なんですか、それは。まあまあまあ、でも、そう、さっき、あの、まあさっきというか、まあね、あの、前回も話した、この、見えないもの、うんうんうん、見えるだけじゃなくて、うん、見えないものもすごい大事だよっていう、うんうん、はい、だから陰と陽があるように、うん、そうそうそう、そう、この世の中には、うん、陰と陽があるのは皆さん知ってますよね、はい、でこの世の中には目に見えないけど方角として北南、東西があるのは皆さんご存知ですか、はい、その中の私たちがいる沖縄はね、聞いてください、大事ですよ、私たち沖縄にっていうね、私たちがいる沖縄のは南にあるのは皆さん知ってますよね、はい、っていう感じです。普通のこと言ってるほど普通のこと都市伝説っぽく聞かせてるけど、関明夫さん風に、そうそうそう、でもまあ本当にでもね、まあ一つ私がね、うんうん、あの、まあ、都市伝説を言うんであれば、都市伝説、うん、そう、皆さん知ってる人もほぼいないんじゃないかな、うん、エジプトにあるピラミッドってね、3つ4つ、うん、とか、まあね、ピラミッド、エジプトイコール、まあ、スフィンクスだったりとか、うん、ピラミッドだったりするんですけど、うん、実は南極にもピラミッドがあるっていう話があるんです、うん、はい、知らんけどそう、ちょっとある情報が入ってきました、そうそうそう、なぜその南極のピラミッドはフォーカスされないんだろうなっていうちょっと不思議なやつがあって、うんうんうん、隠されてるとか、そうそうそう、うんうん、だからこのエジプトのピラミッド同様に、うん、あの南極のピラミッドも現代のこう発達してる技術で作ることができないっていう、うんうん、面白くないですか、うんうんうん、じゃあその作られた当時どうやって作ったかっていう話になってくるんですよ、うんうんうん、はい、そこまでは知らないですそれ無責任な話なんですけど。とてもエジプトのピラミッドも、この現代の技術では絶対作ることができない。イコール、宇宙人が作ってるんですよ。ああ、ね、よくできますよね。そうそうそう。でね、あの、面白いと思ったのが、あの、トウモロコシ。うんうん、トウモロコシ。ね、トウモロコシって宇宙の食べ物だったっけ？そう、この、あの、うん、コーンヘッドとか、まあ、俺も話めっちゃ飛んでるんだけど、そう、昔その、うん、ある民族かわかんないけど、そのコーンヘッドって言って、こう、ここがね、こう、ボーンって出てるみたいな。うん、ここが結構、まあ、いわゆる沖縄で言うと合杯みたいな、うんうん、合杯の3、4倍みたいな。とか、そう、ここがボーンってなってる民族がいて、そう、この民族がその、コーン、今で言うトウモロコシ、うん、
を作ったっていう、まあ、いわゆる宇宙の食べ物っていう、うん、スーパーフードではないけど、うん、そう、それがトウモロコシっていう話もあるんです、はい、続きは自分でチェックしてね、はい、まあいろいろね、その都市伝説の話ってめっちゃいっぱいあって、うん、そう、ね、そうそうそう、面白いよね、そうそう、うん、でこの最後に言ってんだけどちょっと話していいですか、うんうんうん、はい、お願いします。私たち日本人、はい、これもう全世界に向けて発信したい、うんうんうん、日本人、我々日本人は全世界の中の中心になるんです、うんうんうん、それなぜかっていうと、日本人って金龍さんの末裔、龍神でいうと金龍の末裔って言われてるんで、日本人みんな一人一人にいるそのの体の中にいるのは金の龍神さんって言われてるんですよ。でその中でも日本人をサポートする民族がニュージーランドにいて、そうそうそうニュージーランドの民族ヤハタ族だったから、そういるんですけど、そう、そのヤハタ族のにの中に入ってる竜が銀の竜さん、そう、銀竜は金竜をサポートする、いわゆるニュージーランドのヤハタ族は日本人をサポートするって、はい、で全世界の中心は日本人だよっていう、だからいい加減日本人起きなさいよって、名産名誉日本人、そう、うん、そうそうそう、だから10月1日から始まってる、うん、のやつ、そう、これ調べたら分かるんだけど、うん、もう認証されたのが日本人だけっていう、日本だけが推奨されたっていう、うん、そう、これ調べたら分かるんだけど、うんうん、そう、これ言ったらバンの話になってくるんで、そうそうそう、まあ、敵も作っちゃうしっていう、うんうんうん、そうそうそう、っていうのがあって、そう、だからなんで日本人だけっていう、うん、しかも知ってました、うん、日本人の凄さって、日本人っていろいろ、そうそう、私たちが生まれる前から、うん、そう、精神性の高さもそうなんだけど、うん、それに生かしたのがいわゆるその、まあ、日本人ってめっちゃ強くて、日本軍って特に、うんうんうん、戦争、いろんな、私たちが生まれる前にいろんな戦争してきたんだけど、うん、唯一負けたのがアメリカなんですよ、日本って。だからロシアにも勝ってるし、うん、中国にも勝ってるし、うん、そう、戦争ですよ。うーん、ただ唯一一個の初めて負けたのがアメリカに負けたっていう、うん、でそっからいろいろ日本の学業が変わってきたんだけど、うん、そうそう、うーん、そう、だから一番皆さんに知ってほしいのが、うん、元気の木ってあるじゃないですか、うん、元気の木って、うん、私たちが習ったのはこの元気の木、元元って書いて、うん、木、木、ね、で中締める、うんうん、そう、で元々は米だったんだよね、うんうんうん、そう、だからこの米を使ってほしいっていう、書くとき、うん、学校で書くのはこの締めるでいいんだけど、うんうん、そう、木は米、最後、うん、なんで、そう、なんでかっていうと、うん、日本人でお米を主食にする、うん、お米でエネルギー取るんで、うんうん、そう、このお米をなくしてしまったら日本人弱るんですよ、うん、そう、だから変なその動きもあるみたいで、うん、ここ最近の数年の台風とか見てても、うん、明らかに動きがおかしいよっていう、うん、そう、だからそれをみんなちょっとね、あの、調べてみてほしいっていう、スマホとかでいろいろ、謎がめっちゃ解けるはずなんで、今言ってる、面白いかもね、そう、そう、信じるか信じないか、あなた次第です、はい、ありがとうございます、ごめんなさい、ちょっと長々と、ありがとうございます、ちょっと、これだけでも、はい、宣伝しましょうかね、はい、残り1分となってしまいました、はい、はい、ラピスラズリ初の主催イベントをやります、10月26日と27日、うん、私たちラピスラズリと異世界クローゼットの主催でやります、そう、初の主催です、うん、主催はい、場所がですね、灰原町にある、エナジックワールドサザンヒル、うん、スポーツワールド、あのアイススケートがあるところですね、うん、そうでやりますので、ぜひ10月の26、27、うん、遊びに来てくださいっていう、雨天結構です、うん、ちなみに駐車場もね屋根付きなので、はい、はい、で室内のイベントなので、ぜひぜひ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。はい。では来週もお二人に出ていただきますので、また楽しみになさってください。ありがとうございました。
こんな仕方で。ありがとうございます。本当はちゃんと閉める。来てましたね。あ、ね、来てましたね。ヤンコさん。これでニュージーランド。ニュージーランドと何かしらつながりを持っていった方がいいのですか。今つながりを持ってた方がいいというか、一番私たちにできることは動いてるんですか。あ、動いてます、ね。あ、届いてる。あ、届いてます。一番私たちにできることは何かって言ったら、要はテレビで例えばバンって放映されてる、新聞でバンって放映されてる裏では何が起こってるのっていうのを調べた方が一番早いです。でニュージーランドの人とつながりを持ってた方がいいっていう、まあ個人でねいろいろ事業するのも全然いいかもしれないけど、結局その元々の根源がその発信されてる裏では何が起こってるのっていう、例えば日本の政治なんて50年以上変わってないって言われてるので、だから日本が衰退していく一方っていう、で先進国って言われてるけど今もインドにも抜かれてるし中国にも抜かれてるしっていう、そう、日本って発達してるようで実はもう衰退してってるように見える、うん、あの進歩が止まったというか、うーん、そう、進歩が止まって周りの国とかが一気にそう発達してしまってるから日本が衰退してるように見えるだけだけど、衰退はしてないけど発達が止まってるって言ったらいいから、うんうん、そう、なぜか日本の政治は5、60年前から変わってないからだよっていう、そう、だから若い人がどんどん選挙に行かないと、うん、そう、うんうん、日本本当に変わっていかないよ、うん、選挙は行こう、そう、で本当に選挙マジで行けるって、あと あのその選挙についてちょっと一つだけ言いたいんですけど、うん、あのあれなんだっけ、うん、あの期日前投票はあまり行くなよっていう。なんで？あれいじられるぞっていう、この投票が、そう。その数をいじられるっていう。あれデニーさんがさ、うん、前の何の選挙だったかな、3番目ぐらいだったのに投票率が、うん、1番になったの分かる、うん、当選したの分かる、うん、3番目に投票が多いのに、うん、じゃあこの1番目に投票が多い人と2番目に投票が多い人はなんでじゃあ当選しなかったのって話にもなってくるわけ、うん、そう、だからここでなんでおかしくないかって思わないのが俺からしたらおかしい、うん、そう、うん、っていう話、うん、だからウクライナの戦争とかもいっぱいあるんだけどね、うんうんうん、そう、うん、はい、じゃあ終わりましょう、コメントありがとうございます。